拝むか、いくつでも買ってやる。だから帰ってきてくれるような、俺の家族でいてくれるような。カメちゃん、ごめんね、洋服破れちゃった。いいのよ、また買えばいいんだから。おかえりでいいじゃん。僕ね、僕ね、お腹空いたの。なんか普通に言葉通じてるけど、俺がどういうこと。いや、いや、ちなみに調査の結果、近隣地域でも狂犬病らしき野犬の目撃情報はありませんでした。これ付近の獣医さんの証言をまとめたものです。あんた一体何者なんだ。私ですか。通りがかりのエコダ探偵でしょ。エコダ探偵です。調査聞き込みペット探しならいつでもどうぞ。やっと職業になるものが見つかったわね。結局この騒ぎは何だったんだ。すみません。で、山科武彦さん探しましたよ。いや、この方は讃岐林権蔵さんです。なんで分かったの。親御さん心配されて私に捜査依頼。は、どういうこと。彼ハンターになると言い残して家出したんだそうです。猟銃免許は取り立ての親子。いや、凄腕の猟師。最近人生に行き詰まりを感じて自分の夢を見失ってました。ゲーセンの射撃ゲームが得意なんで、漁師はどうだろうって免許取ったんです。クマとかじゃなくて、犬なら撃てるかなと思ったんですけど、こんな可愛い子たちを撃って、かわいそうでできないですよ。ありがとう、たまにいてくれて。ちゃんとご両親に連絡してくださいね。なんか標準語に。だって、漁師って言ったらなまってるイメージじゃないですか。イメージが入ります。ヒノキの。ミッション2、コンプリート。若林さん、物事を焦るといい結果は得られません。あなたの一存でやられたことでしょう。訴えますか。いえ、あなたには偉くなってもらわないといけませんから。はい。炎上寺さん。何でしょう。あなた今のままじゃ次の選挙危ないな。何ですって。あなたが予算委員会で環境衛生の予算拡大に奔走していることは調査で分かりました。この短時間でそれだけの調査を。やればできる子なのよ。努力は結構、ただし空回りはいけません。強引な方法はいい結果を生まない。何を偉そうに。地道な活動で理想を目指してはいかがでしょう。余計なお世話ですわ。こいつそんなに悪いやつじゃないからさ、あんまいじめんなよ。ピンキーが喋った。おい、めちゃめちゃ子供や。選挙コンサルタントや。選挙コンサルタント。ここだけの話、東国原知事を当選させたのは私です。本当かよ。さあね、考えていますよ。まずはもっと愛犬家をアピールした方が。若林君、松山さん、今回は本当に僕は自分が間違っているとは思っていません。私も自分にできることを探してみようと思います。はい、ありがとう。いえ、この野犬たちは一応獣医さんにお願いしてありますよ。最近は24時間体制のところが多くてありがたい。念のためにこの新社君も検査、後で必ず引き渡しますから。全然帰っちゃダメ。お願いします。病院行くの。俺注射嫌やで。大丈夫、あんなもん虫に刺されたと思えば。そうだよ、美味しいもののこと考えてればいいんだよ。そうそうそう、飼い犬って強いやな。こっちで待ってるからね。綾野君、君もその犬を。なんかセントの様子がおかしいの。大丈夫よ、ちょっと寒気がするだけ。これはね、セント大丈夫。どうした、セント。お前やっと丸く収まってからさ。分かってるわよ。息が荒くなってる。え、温めてあげないと。これで羽も。ちょっと症状見せてください。でもいろんな犬を見てきましたから、お願いします。脱水症状を起こしてた。体も冷えてかなり体力を消耗したようだ。肺炎の可能性も。